はい、それではね、引き続きやっていきたいと思います。前回は、まあ、太田の城をね、ここら辺取ったんやったかな、取ったんと、あと島津とね、毛利に攻められたんで、その防衛戦をした後にね、ちょっとね、毛利攻めを行って、ここら辺の3つの城をね、取ることができたっていう感じになってます。防衛戦もね、今終わった状態になってます。で、まあ、ここからどうするかっていうところなんですが、まあ、引き続き、まあ、毛利を攻めるというか、まあ、ここら辺ですね。まあ、毛利と、ここの浮竹って同盟してるんですけど、まあ、ここら辺を攻めていこうかなと思います。で、あれですね、足利将軍がいるここの友御所とかもね、取っていきたいと思います。で、まあまあ、とりあえずね、毛利なんですけど、まあ、こっちがね、攻めたせいで、まあ、織田にね、ここの武田城を取られたり、まあ、こっちでね、島津に攻められたりしてるんで、まあ、ちょっと一旦ね、休憩タイムというか、休憩タイムと言っていいんか、ちょっとよくわかんないですけど、まあね、そのあれで、浮竹をね、攻めに行こうかなと思います。まあ、浮竹をね、今回で滅ぼしちゃおうかなと思ってます。まあ、一応狙いはね、ここの天神山城にしようかなと思ってます。ここなんですけど、多分ね、まあ、毛利の援軍が来たら、威風中がギリギリ起こせるかどうかなっていう感じになってます。まあ、この周りだけなんでね、なんていうんですかね、まあ、あんまり他の、戦には影響で出ない程度に、まあ、援軍が出てきてくれていいかなと思ってるんで、まあ、とりあえずね、違う。攻略目標でね、この天神山に行きたいと思います。どの城かちょっと少ねえな。まあ、とりあえず本体と、伊丹、岸和田、愛花、吉木三条も入れときましょうか。多分大丈夫やと思うんですけどね。はい、これで行きたいと思います。だって、もうそろそろね、現地に着きそうな感じではあるんですが、まあ、毛利のね、援軍とかが全然来てないんで、まあね、部隊数は全然足りてない形になってます。しかもね、織田が攻めに来てましてね、これがなかなかめんどくさいことになってますね。まあ、とりあえずやっていきましょう。取れる分だけでもね、取っていったら、まあまあ、多少ね、足しにはなるでしょう。というわけでやっていきます。はい、終了でーす。次も勝とう。はいはい、まあ、さすがに余裕ですね。我が名を天下に鳴り響かせよ。さて、とりあえずあれかな、今攻め入ってる城の軍は全部取れたかな。結構取れましたね。7の軍ですか。富山城がこんな感じで、岡山城、岡山城の軍も結構取れてますね。これはいい感じやな。なるほど。じゃあ、とりあえず、ここのね、天神山城を包囲していきましょうか。まあ、包囲するまでもないかもしれないですが、一応、2部隊ぐらいに分けて、殴りに行きましょうか。多分、兵数が少ないんで、速攻させると思うんですけど、はい、投じる方が、はい、できました。で、速攻殴って兵数もゼロになったんで、はい、速攻天神山城制圧完了です。はいはい、いい感じですね。しかも投与できました。これは解放していきましょう。ここでちょっと帰還するともったいないんですけど、ここの津山城どうするかですね。津山城取りに行くか、もしくは岡山城ですね。ちょっと岡山城軽く殴りに行きましょうか。岡山城に、この部隊を上から行かせて、この部隊を下から行かせましょうか。で、ついでにここの軍を制圧しましょうか。まあ、全員出す必要もないので、とりあえず城主だけね、出陣させていきましょう。さて、それではね、まあ、やっぱり援軍出てきますか。まあ、なんていうんですかね、本当に兵がいないとき以外援軍要請しないみたいですね、コンピューターは。なかなか
面倒くさい状況ではありますが、まあいいでしょう。お、ここで勢力目標の政策ですね。承知いたしました。まあ、これ普通に今、2つ制定していってるんで、まあ、そのうちね達成することができるでしょう。まあ、とりあえずここを合戦で落としていきますか。2部隊できたら3部隊入れたいけど、こいつくんのちょっと遅いな。まあやっていきましょう。兵力だけは相手それなりにありますね。はい、終了でーす。さて、それではね、殴っていけそうなんで殴っていきますか。どれぐらい入る？多いで47か。お、一両不作のレベル3が制定できましたね。これでかなり準備速度が速くなる感じですね。多いから変わんないですね。これ強行した方が絶対いいよね。強行、あれ？あ、強行になってますね。強行で130。めちゃくちゃ殴り続けないと落とせないですね。仕方ない。まあ、これからね、ちょっとね、地道に殴っていこうかなと思います。ここの津山城も織田が落としたらね、取りに行こうかなと思います。一応兵だけ、人に出しときましょうか。昇水城から、こちらに。出しまっか。こんな感じでいけるでしょう。城を奪えば有利になる。さて、岡山城ですけど、殴ってだいぶ削れたんですが、ちょっとまた時間がかかりそうですね。で、ここの津山城はね、織田に落とされた形になってます。おっと、ここでね、A が出たんで、速攻ね、倒すことができました。手厚完了です。浮田家を滅亡させました。はい、これで全員ね、投与できたらいいんですが、できたっぽいかな。はい。ではまあ、一旦帰還しましょう。でね、まあ、ここの津山城、攻めてるんですけど、防衛の兵がね、なかなか出てきてるんで、ちょっとこれこのまま落とすんはきついと思うんですけど、これいけるかな。1箇所軍を制圧したらいけるんですが、まあ、結構防衛部隊来てるからやめましょうか。こいつだけでちょっと後で守りきるんもちょっときついような気もするんで、まあそのうち、まあ、耐久もそんなにね、多くないんで、まあここは諦めましょう。まあとりあえず、浮田家をね、吸収してできたんで、よしとしましょう。で、まあここはね、みんな帰って、その後どうするかなんですけど、その後はね、ここの、備中高松とか、各種城とか、ここら辺の毛利の城を取って、ここですね、友御所ですね、ここを取りに行きたいと思います。これで、割とね、いい感じにここら辺がつながるといいますか、岡山城のね、この、何でしたっけ、新高山城か。新高山城をつなぐことができるんで、まあまあね、守りやすくだいぶなると思うんですよね。で、まあ、最終的にはここのね、周防高森城までつなげて、まあ、ここまで行くとね、ここの船井館とか、薄井城でしたっけ、薄木城か。ここら辺を威風で取ったら、まあ、こっちの四国からの、兵とこっちからの兵で多分割と守りやすくなるんですよね、ここの九州も。なのでまあいいかなと思ってます。というわけで一旦戻ったらね、ここの備中高松城に、行きたいと思います。一両具作もねレベル3になってね、かなり早く戦闘準備というかね、攻略準備できると思うんでね、まあ、ちょっとね楽しみにしていきたいと思います。というわけで備中高松城まで兵をね連れてきました。まあね、政策のおかげで準備はかなりあれですね、早く済みましたね。多分10日から20日以内で終わったんで、だいぶね、早くできた感じになってます。ちょっと、合戦する前に岡山城に、断崖水路だけ立てて、成し遂げてみせまする。一応、これも入れときましょうか。さて、それではね、合戦やっていきましょう。部隊結構ね、来てくれてるんで、いい感じですが、うちの部隊が入ってない。これはちょっと、何事か起きたのか。待たないといけないかな。ちょっと4部隊じゃさすがにきついんで、あの城をこんな感じでどうでしょう。後ろから兵が来てるんで、戦の支度だ。これいけてるか。これならいけてるような気がしますが、5部隊まだ入ってない。いや、ここなかなかあれっすね、ちょっと厳しい感じになっ
ってますが、ん？全然こうしてこれでいけるでしょう。これでさすがに大丈夫でしょう。それではね、合戦やっていきましょう。7部隊。1、2、3、4、5、6、7、はい、7部隊ですね。何事か起きたのか。全部入ってるんでやっていきましょう。兵力はトントンかな。はい、勝利でーす。次も勝とう。我が名を天下に鳴り響かせよ。おい、これはいいですね。ありえぬ。三の城と20の軍が当家に寝返りましたと。はい、ここら辺の城はね、大体取れたんで、最後に友御所ですね。これはもうこのまま兵を連れていきましょうか。何事か起きたのか。ここら辺の兵を連れていって、友御所をそのまま攻めちゃいましょう。兵糧がちょっとやばい部隊だけ返して、ここら辺も、三好さんだけ連れてったらいいんで、それ以外は返していきましょう。三好さん、ちょっと中途半端な感じになっちゃいましたね。で、これ、防衛の部隊、一応まだ来てるやつがいるんですね。なるほど。とりあえず本体は連れてって、友御所にあとは、ここに。西側からも一部隊連れてったらおそらく簡単に落とせるでしょう。あとは国衆行くか。国衆で兄高山城もまあまあタイミングいいタイミング見つけて出しに行きましょうか。あとはここら辺の内政をちょっとやっていきましょう。最近ね、かなりなんていうんですかね、人材が補給されてってまして、かなり強い武将とかもね、来てます。一般でも来てるし、最近、援国東洋かなんかで、何でしたっけ、龍造寺の高信さんを登用することができたんで、やってみせかなりね、人材の増強もされてってます。大久保長安、あ、こいついいんですよね。政務高いんで、領内諸作でよく使えるんですけど、最近、あんまり、する必要まではあんまないんで、ちょっとっていうところではありますね。それでは殴りに行きましょうか。まあ最初にあれですね、東洋タイムが始まりまして、精神誠意お使いします。ちょっとスピードも上げていきましょう。まあ、この毛利のあれですね、防衛で来てた部隊も帰ってったんで、まあまあ大丈夫でしょう。ここの足利を救うためにあれですね、兵を出したりはしない感じみたいですね。多分これ強行で速攻で落とせるんじゃなかろうか。これを挟み撃ちも必要なさそうなレベルですね。これは残念。はい、友御所制圧完了です。はい、足利清滅亡させました。投与できるかな。はい、いただきます。じゃあ帰りましょうか。はい、これでまあとりあえずね、第一次目標というか達成した感じになってますね。じゃああとは、次ここですね、桜尾城と周防高森城に行きたいところではあるんですが、島津の状況がちょっとあれですね。島津が毛利を攻撃すると、多分ここら辺行っても威風を起こせるだけの兵力が出てこない可能性があるんですよね。毛利もだいぶね、縦長になってるんで、ここら辺とか多分城守れないと思うんですよね。ここら辺の鳥取城とか上市城もそうですけど。というか、ここ来るときって、上から来るときって、こっちの、津和野城じゃないな。この雫城まで来て、来ないといけないから、多分ほとんど防衛戦参加できるやつ、いい品のちゃうんかな。それで言ったらちょっとあれですね、威風でここの、何でしたか、佐藤銀山ですかね。佐藤金山城を取ってしまったのはちょっと微妙やったかもしれないですね。まあちょっと、これからはまあ一回兵戻って、島津とかの様子も見ながらどう攻めるか考えたいと思います。
さて、あれからね、どうするかちょっと考えました。結果としては、島津家を攻めようかなと思ってます。まあ、というのもね、ここの周防高森城、ここもら辺まで最初は取るつもりやったんですけど、威風でね、ここ取るのどうやらちょっと難しそうな感じなんですよね。まあ、今の兵数というか、城の数的には大丈夫なんですけど、多分うちが攻めたらね、島津も毛利を攻めてくるし、こっちの織田も毛利を攻めてくると思うんですよね。そうなると多分兵力がかなり分散して、威風のね、中はギリギリ起こせるかもしれないけど、まあ今日は無理やし、中起こせなかった時にメリットが全然ないんでね、もうそれやったら、まあ島津をね、攻撃してしまおうかっていう感じですね。まあ仮に島津を攻撃したとしても、まあこれまでやったらね、まあ、毛利からね、攻撃されたりとかっていう可能性もあったんですけど、まあ、だいぶね、城の、数も削ってやったんで、多分もう攻撃されることはないと思うんですよね。まあ、そういう読みでね、ここの島津攻めをね、やっていこうかなと思います。というわけで攻略目標を決めていきます。ここの薄木城ですね。薄木城を目指してやっていきましょう。まあ、出すのは基本的には四国の城ですかね。四国の城はまあほとんどもう内政終わってるんで、どうしようかな。最下だけ出しますか。最下出すんと、まあワンチャン毛利が攻めてくる可能性がまだなきにしもなんで、まあ、ちょっとだけ、この川の江城と、天城城ぐらいは残しておきましょうか。で、まあこんな感じでね、やっていきましょうか。10ってちょっと多すぎましたね。まあいっか。さて、もうそろそろね、この薄木城ね、つきそうな感じになります。まあ初のね、九州上陸になりますね。おっと、ここで洪水。これはめんどくさいな。若干入ってますね、範囲に。これはまずい。え、ここの柚木城とかも範囲入りましたよね。あ、位置がなくなるぐらいなら、まあまあ、まだいいんですが。これですよね。これがめんどくさい。ちょっとね、浄化して立て終えてから、この対処はしていきましょうか。もう流言が成功していく。とりあえず、これを、対処していきましょうか。竜造寺がいるんでね、だいぶ楽は楽なんですけど、竜造寺さん、そのうちまたどっかに配置したいですね。一応、ギリギリ国境紛争はちょっと関係ないですけど、やっておきましょうか。はいはい。かなり兵を集めてきてくれてますね。島津はね、基本的にみんな能力高いんで、あんまりこうね、ガチで戦いたくないんですが、まあでもね、かなり集めてきてますね。16部隊対8部隊。やっていきましょう。はい、勝利でーす。いや、さすが島津ですね。だいぶ削られましたね。やっぱり島津兄弟がめちゃ強いですね。勝利を叫ぶ、世に示す。ほい、あれ、思ったより取れたか。あ、3つか。まあまあ予定通りか。はい、3の城と20の軍が当家に寝返りましたと。いい感じですね。1部隊だけちょっと、今回の威風で、あれですね、撤退しなかった部隊がいるんで、こいつだけ、とりあえず相手しに行って。何事か起きたのか。はい。歩みを進めよ。ここも、薄木城の軍ですね。まあその後どこ取りに行くかっていうところですよね。この上がった城か、まあ、それか岩尾城か。まあ、でも取りに行くんやったら、ここの岩尾城を取りに行きたいですね。岩尾城ら辺で多分、ここら辺で威風を起こせたら、ここの熊本城ぐらいまで取れるんで、熊本城結構ね、兵力多い城なんで、取っておきたいですよね。じゃあまあ次はここの岩尾城あたり攻めましょうか。それではね、岩尾城付近までやってきたんで、また合戦やっていくんですが、毛利もあれですね、ちょっと島津を攻めてきてるんで、若干怪しいですが、まあ、威風今日はギリギリ起こせるんかな。ちょっとこれ配置が非常に悪いですね。大丈夫かな。ここで起こすと威風の強が起こるんかな。いけそうな感じはありますね。ああ、いけますね。それではやっていきましょう。
はい、終了です。次も勝とう。いやー、やっぱり結構きついですね。勝利を叫ぶ。世に示す。はい、あ、これは、マジか。まさか。熊本城まで取れてないですね。これは微妙。わあ、どうしよう。結構軍残ってんな。わあ、悩ましい。殴りに行くかどうするかっていうところですね。あ、もうここまで来たら殴り落としてしまいますか。こっちはこっちで戦争してるんで、ちょっとここの熊本城だけ殴りに行きましょうか。城攻めと行くぞ。この部隊を連れて行って、道路がやばい部隊だけ返して、この部隊で城攻めと行くぞ。なんとか殴りに行きましょうか。ここら辺は返していきましょう。だってとりあえず熊本城の包囲には成功したんですけど、結構兵が来まして、これで合戦したらね、威風で結構軍取れそうなんで、やっていきたいと思います。はい、終了です。次も勝とう。勝利を叫ぶ。世に示す。はい、あれ、思った以上に少ない。え、マジで。ここら辺全然取れてないけど。マジか。それはちょっと想定外やな。つれつれ。これ殴っていってるんですけど、結構かかる？もしかして。いや、でもかなりの勢いで減っていってるんで、このままいければ大丈夫そうですね。で、国衆の取り込みも、はい、完了していく。次の部隊が来るまでにはなんとかなりそうですね。一応、あの、魔法購入用に楽市楽座やってたんですけど、そっちもね、うまくいってます。はい、熊本城制圧完了です。はい、じゃあここの来てるね、家久だけ、対応してから帰りましょうか。ちょっと、泥のある部隊だけで行かせましょうか。このままやったら、兵糧不足でね、死んじゃうかもしれないんで。これでだいぶね、島津はやってやった感はね、ありますね。うん。まあ、じゃあ、あと次どこ攻めるかまたね、考えましょうか。まあ、島津はあともうちょっとしたら従属させれそうな気がするんで、まあ、多分島津攻めはね、これで終わりになると思います。さて、まあ、これからどこ攻めるかなんですけど、まあ、いろいろ考えてたんですけど、まあ、次はね、織田攻めでもしていこうかなと思います。まあ、毛利とね、島津は、まあ、一通りというか、まあ、一発ずつぐらい殴ってね、まあ、それなりに城も取ったんでね、まあまあ、よしとしようかなと思います。で、まあ、ここからはね、まあ、できたら、どっちも、従属させたいんですけど、まだね、ちょっとね、従属はさせれない感じになってます。こっちも従属させれない感じになってます。なので、まあこれからはね、織田の、城を取っていって、自分のね、勢力をでかくしていって、まあこいつらを従属させれるように頑張っていこうかな、みたいな、そんな感じですね。まあただなんですけど、ちょっとね、時間がもう多分いい感じのところ来てるんで、一旦ね、ここら辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。